英山電鉄、英山電鉄株式会社、英山電鉄は、京都府京都市左京区の出町柳駅から痩せ、倉間への路線を運営する鉄道会社。通称、英山電車。略称は、英電、英電。本社は、京都市左京区山畑一丁田町八番地の八十修学院駅に隣接。本店は、京都市左京区山畑一丁田町十四番地の一。 1985年に、京福電気鉄道、京福の完全子会社として設立されたが、1991年11月に、京阪電気鉄道、京阪、現、京阪ホールディングスが、筆頭株主となった後、2002年3月からは、同社の完全子会社となっている、後日、全国登山鉄道パーミル会に加盟している、永山本線。 倉間線の2路線を運営し、比叡山、倉間方面への観光客輸送、周辺住民輸送を担っている。これらの路線は、かつて、京都伝統及び、倉間電気鉄道により運営され、電力事業の戦時統制による再編後は、京福が運営していた。1960年代からのモータリゼーションにより、1964年から乗客数が減少に転じていたが、 1978年9月の京都市電全廃により他の鉄道路線からの連絡が断たれたことで沿線から京都市内中心部を直結する路線バスに乗客が流れ、永山本線、倉間線の利用客は一気に減少した。特に永山本線は年間5億円以上の赤字を出し、京福全体、ひいては京福を配下に持つ京阪グループの経営を圧迫する事態とった。 永山本線、倉間線の赤字を慶福本体が負担し金利負担を低減すること、人件費の削減を目指して1985年7月に慶福全額出資、全社員が慶福から出向する形で永山電鉄株式会社が設立された。分離以前から電鉄側でも集客に努めており、各種イベントの開催や、 慶福に残った痩せ遊園の次々の改装のほか、特にこの時期においてさえも、出町ち流宝貝景観で日中毎時八本運転とし、待たずにレルを印象づけていたことは特筆に値する。それでも乗客数は会社設立時の1985年で、それまでのピークであった1964年の4割にまで落ち込み、なお減少傾向であった。 1989年10月5日に、京阪大東線が開業して、永山本線とで町流で連絡することで、永山電鉄の旅客数は倍増、収入も2.5倍となったが、この状態でも収支はようやく黒字になる程度で、19億4000万円に達していた、累積損失の解消のめどは立たず、京福参加での経営再建は不可能と判断された。 京阪からの特別融資を定理で受けることなどを目的に1991年10月に株式の60%を京阪に客、合わせて人件費削減のため従業員全員が永山電鉄に移籍した。その後2002年3月に京阪電鉄が残りの全株式を取得し、永山電鉄は京阪の100%個会社となった。一旦増加した。 利用客も1997年に京都市営地下鉄、カラスマ線が国際会館駅まで延長され、その後同駅を中心にバス路線網も再整備されたため、左京区岩倉地域の住民が市中心部へ向かう場合などのようなそちらに移転することになった結果、利用者が減少しつつある。これに対して1997年に展望列車、キララを登場させ、 各種イベントを開催するなど、積極的な利用者確保を行うとともに、2004年には原則として、全列車のワンマン化を行うなどの経費、削減策もじている。2005年は NHK 大河ドラマ、吉爪のために、倉間方面の観光がブームになり、近年にない賑わいを見せた。京都市建設局により、並行して走る倉間街道。 京都府道38号京都広川らやま線のバイパス建設や拡幅整備が計画されており、完成すると倉間方面への大型観光バス等の通行が容易となることか、その将来は必ずしも安泰ではない。略称の英連は現在の英山本線が京都伝統の英山電鉄部であったことに由来し、継福となった後も英山本線、 クラマの総称として一般に使われていた。分社によって略称が文字通り会社名の省略型となった。分社当時、京福が京阪の子会社であったものの、車両技術面では、阪神電気鉄道から831型を譲り受けて、デナ500型として導入したことがあったことや、阪神の関連会社であった向川車両工業、現在は、 廃業での車両製造の経緯などから、阪神色が強いなど、独特の軽服、エーデン色を有していた。1989年の京阪大当戦、開業あたりから、サービス面で徐々に、京阪色も出てきていたが、2002年に軽服が、越前本線列車衝突事故による、経営悪化のため所有株をすべて京阪に売却し、同社の完全公害者なって、以降、 軽服色から軽版色の色合いが多岐にわたって濃くなってきている。ロゴマークは2008年以降、軽版と同じ、軽版で、下に、永山電車の文字が入ったものである。ピタパーイコカスイカパスモなどの IC カード式、乗車券へは2016年3月16日より、対応を開始している。なお、IC カード導入を前に2016年1月31日を、 持って、直式の、スルッと関西カードへ対応終了。出町柳駅を除き自動改札機は撤去され、車内料金箱は、直式、カードリーダーの代わりに IC カードリーダー搭載型に、交換、フリーパス類は引き続き提示で対応。出町柳駅設置の自動改札機は、現在も関西ツルパスに対応している。デカードに印字される符号はイージーであった。前線が、 京都府京都市左京区内にある各路線の詳細については以下の項目を参照。脱却時は臨時ダイヤで運転されることがあり、特に毎年10月22日に行われるクラマの日祭りにおいては事実上唯一の交通機関となり、ほぼ全ての車両をフル稼働させるぐらいの運転となるが、それでもピーク時にはクラマ線2軒茶屋駅北が単線で、 線路容量に制約がある関係もあって、長蛇の列、乗車までに数時間の待ち時間となる。また、2004年1月からは全路線で一部列車を除いて終日ワンマン運転を行っている。2007年秋から、ラインカラーにちなんだ駅名標を一部の駅に設置している。駅名標にはその色のもとになったシンボルマークもあしらわれている。また、 ローマ字に加えて韓国語と中国語の表記もある。新型駅名板の設置開始当初は、出町流、三宅八幡、岩倉、京都聖火を生まえ、市原、二の瀬、倉間の各駅には、旧型駅名板しか設置されていなかった。現在は、新型駅名板が、各駅に少なくとも一箇所は設置されている。2008年10月19日には、駅ナンバリングも導入され、 新型駅名標及び一部の旧型駅名標にも駅番号の表示が行われている。また同時にユニバーサルデザインのピクトグラムも導入され、京阪線の案内表示に準拠したものが使われている。2011年春から車内自動放送に英語案内が追加された以前は出町柳駅のみ。京福では3つの路線群で異なる独特の形式称号が存在したが、 その英山線を継承した英伝では、伝統的にデナ、でな、でオ、でとが使われている。営業用車のカタカナの二文字目は、なが、中型、おがお型の略称である。1995年のデナ21系廃車により、デナは形式消滅している。事業用車の二文字目は国鉄の貨車に準じていて、慶福時代には、ではも存在した。なお、 2009年のデオ600系全廃により、エーデ電からは、休憩副時代以前からの旅客営業車両は消滅した。旧車両の代替として、デオ710型が登場してからは、デオ710系、デオ720系、デオ730型をまとめて700系とする表記がよく見られるようになった。そのことは、A 山電車公式サイトの車両紹介ページでも、 7 0 0系でお710型、8 0 0系でお8 0 0系、9 0 0系でお900型と案内されている通りである。英伝の車両は現在でも、デオといえども、車体長16メートルクラスの現在の日本においては、小型に属する車体である。また、開業当時からデナ21系の製造当初とデナ500型を除き、すべて当たり線区での新造、実質、 車体申請含む車両となっており、原損営業用車両は工述のような統一性がある。ただし車両塗装に関しては、デオ700系列の旧塗装消滅後は、ほぼ各車両、編成ごとに異なるという、他の鉄道会社にない特徴がある。勾配区間での安全性やメンテナンス面から、すべて電動車かつすべての軸が、駆動軸であり、 抵抗制御と発電ブレーキの組み合わせによる制御、カルダン駆動となっている。車体においては、無人駅での乗車研修集の便から車端に客用ドアが存在し、二両固定編成の8 0 0系、9 0 0系では、連結面側は少し内側に寄っている乗務員室ドアが引き戸となっているのも特徴である。過去の経緯より、現存すべての車両が、かつて存在した。 阪神系の向こう側車両工業製造となっているが、部品などでは、京阪から譲渡され、再利用しているものも多い。前述の通りエデンは、京阪の完全子会社であることから、2008年から、各車両に京阪グループの新しい CI ロゴが、車両側面の上部、運転席側に貼り付けられている。2015年に、営山本線の開業から90周年を迎え、 同年9月27日の開業90周年記念式典に合わせて開業当時の車両でない一型を模して700系731号車を改装したノスタルジック731が運行されている。2018年3月21日には700系732号車を改装した観光用車両ヒエイが永山本線で運行を開始した。 営業用事業用、営業用事業用、永山本線、倉間線を通じて、普通運賃は区間制、定期運賃は待機路制となっている。普通運賃の場合、修学院駅、岩倉駅、二軒、茶屋駅、二の瀬駅に区間があり、この駅を越えて乗車すると、区数が一つ増え運賃が変わる。また、倉間駅方面から、宝ヶ池駅で乗り換えて、 八瀬比叡山口駅方面に乗り換えた場合や、その反対の場合も、区数が一つ増える。このため、例えば、出町柳駅から修学院駅まで乗車した場合は2 9トル、乗車しても1区で済むが、八幡前駅から三宅八幡駅まで乗車した場合は、1 5キロの乗車で2区となる。回数券については普通の大人、精進用。 普通運賃の10倍で11回の他に、学生割引回数乗車券、大人用のみ、同15回、経路割引回数乗車券、同20回が設定されている。普通運賃、2019年10月1日改定、京阪との初乗り区間総合館、元田中、修学院と京阪、神宮、丸田町祇園市場に、大人20円。 小20円の割引が設定されている。事前に自動券売機での連絡乗車券購入が必要で、A 山電鉄側からの場合、自動券売機稼働時間以外は、出町柳駅改札で発売される。出町柳駅では、駅員が常駐し、自動改札機、自動券売機も常に稼働しており、駅構内に入場する際には、入場券大人210円が必要である。 倉間駅では、始発、終電近くで無人となる他は、駅員が駐在している。他の駅では常に、駅員、出札、集会札要員が駐在している駅はない。なお、木船口駅や矢瀬比叡山口駅では、観光客が多い時期の市中に駅員が駐在するほか、紅葉の時期には、岩倉駅に駅員が駐在するなど、臨時に駅員が配置される場合もある。その他、 平日朝のラッシュ時には、茶山駅、一条寺駅、修学院駅、岩倉駅、木野駅、京都聖火、大前駅、二軒、茶屋駅では、時間を限って駅員が出張してくる日がある。学生の休日には平日であっても駅員が出張しない駅もある。乗車時は、友人駅では、自動券売機で切符を購入する。無人駅では原則として、駅での改札はなく、 乗車時に電車の乗車口に設置された発行機から乗車駅証明書を取る。無人駅でも時間を限って自動券売機がある駅もあり、そのような駅であらかじめ切符を購入した場合は、そのまま乗車すればよい。自動改札機は出町柳駅にのみ設置されている。下車時に有人駅では改札口で現金を払うか、自動改札機に切符を通す。 無人駅では、運転席横の運賃箱に乗車駅証明書と、現金、または切符を投入する。乗車駅証明書には、乗車駅を示すパターンが印刷されており、下車駅では、自動的に、運賃額を運賃箱に表示させることができる。定期券は運転士に提示する。無人駅での乗車口は後ドア、降車口は前、ドアとなっている。 三ドア車両の中、ドアと二両編成の場合の後の車両のドアは、友人扱いの駅を除き締め切りである。運賃箱や IC カード読み取り機、乗車駅証明書発行機は、進行方向左側のドア横のみに設置されている。出町柳駅、倉間駅の窓口及び修学院駅の定期券売場では、1000円、小に5 0 0円で、全線が1日乗り放題になる。 1>, 1日乗車券へ、エキップを発売している。提示するだけで、沿線車時や、観光施設で配管料、入場料の割引を受けたり、粗品の申請を受けたり、沿線の飲食店、土産物店で特典を受けることができる。前日の通り、スルッと関西カードへの対応を終了し、社内の運賃箱が、カードリーダーのない、代わりに IC カード読み取り機が設置物に交換された、ため、 磁気カードから紙の乗車券に変更された。磁気カード時代は、通用日は自動改札機、または車内のカードリーダーを通すことによって、裏面に印刷され決定していた。無人駅での乗車時には、最初の乗車時以外カードリーダーに通す必要はないが、無人駅での下車時には必ず、カードリーダーに通す必要があった。親会社の京阪側では、エーデンと連携した、 企画乗車券を発売しており、エーデン側では、K 班と連携した企画乗車券を発売していなかったが、2014年3月1日から2015年3月1日まで、エーデン側でも、K 班と連携したガ乗車券、ヒラ、パーゴー、ゴー、チケット、エーザン電車版を発売している。2010年9月末頃から、自社アカウントによるツイッターの発信を開始した。また、 同年の第6回へ遺伝祭りでは、イベントトレインの運転台からの映像を、ユーストリームを活用し生中継したほか、イベントの模様をツイッターで逐次発信した。さらに、自社アカウントによる YouTube のチャンネルも運営している。英電沿線各所が舞台モデルとなったアニメ、低音の原作詞、漫画タイムキララと900系電車の愛称、キララとの一致から、 方文社と提携したキララキララプロジェクトを201年より開始し、それ以後、定期的に漫画タイムキララ及びその姉妹誌、出版元の方文社作品とのコラボレーションが行われているレフネームイコールと予計材167,714レフ。2011年9月1日から2012年2月19日まで運行された低音になんだ。 エイデン、軽音、トレインでは、Google ラチチュードを活用して、当該車両の運行位置情報をウェブサイトに解き、アップデートし、さらに、出町柳駅で、楽器型記念乗車券を限定発売し、わずか3時間弱で6000冊が即日完売した、ことが話題となった。その後、これまでに、城下町のダンデライオン、三社三様、漫画タイムキララ、木まりスケッチ、 ニューゲーム、ブレンド S、街角魔族、漫画タイムキララキャラと、金色モザイク、ご注文は、ウサギですかステラの魔法、漫画タイムキララマックス、花山田、漫画タイムキララフォワード、幸いハラグラフィティ、漫画タイムキララミラク、劇場版魔法少女マドカマギカ、若葉ガール、ゆるキャン、およびこれらの作品の主要キャラクターが登場する、ゲーム、キラファンタジア、 2019年10月に開催のイベント、漫画タイムキララ店員大阪とのコラボレーションが行われている。また、コラボレーションを実施していない作品についても、駅構内にポスターを掲示している場合がある。このほか、京都を舞台とした2013年のアニメ作品、宇宙天家族に、デナ21型をモデルとした。 二世山電車が登場することから2014年の京都国際漫画アニメフェア K マフの連携イベントして倉間駅に展示の出な21型に二世山電車の装飾を施すなどを行っており2017年にも5月4日からアニメ第2期の宇宙天家族にでのコラボ企画で切符販売新ラッピング列車二世山電エーデン宇宙天家族コラボフェスタが実施された また、2015年のアニメ作品、神様はじめましたでは物語後半でアンバを中心に、京都が舞台となっていることから、コラボ企画として、ラッピング車両の運行や、記念乗車券の販売が行われた。2016年には、原作者のスケ義明が、京都聖火大学出身という縁から、京馬府の連携イベントとして、総星の運苗師とのコラボレーションが実施された。 2018年には、京阪グループ他社との共同で、京都を舞台としたアニメ、京都寺町三条のホームズとのコラボレーションが実施された。2019年には、京都を舞台とした漫画、デアイモンとのコラボレーションが実施されている。同業他社の中では、西武鉄道も同じように町おこしの一環として様々な漫画、アニメゲームとのコラボレーションを実施している。また、 親会社の京阪電気鉄道も同じような企画を行うことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。